CO2 削減のため20年前から金沢市内で森づくりに取り組んできた住宅メーカーが感謝の集いを開きました。県産材を使って木造住宅を建設している金沢市の玉屋建設は、 CO2 削減に取り組もうと2003年から金沢市の山間部で植樹や森の管理を行ってきました。今年土地の返還の時期を迎え、感謝の集いを開いて社員や家族などが参加しました。参加者はコナラやクヌギなどおよそ2000本を植林した森を散策した後、OEK メンバーによる弦楽四重奏の音色に聞き入っていました。玉屋建設では今後も県産材を使って地元の森を豊かにしていきたいということです。